これはね、タジキスタンに入国するときに、バイク用に作った書類だと思います。真ん中のは明らかにナンバーが書いてあるんですけど、他のはよくわかりません。バイク関係だと思います。それと、老眼鏡をなくしてしまったんで、新しいの買いました。40ソムに。それとジーバオですけど、カラーがいいとかなんかいろいろ聞きますけども、白黒のままで全然問題ありませんでした。桜ゲストハウスで、白黒で印刷してもらったのをそのまま使ってます。これはどういうことでしょうか。彼はアジース、バイクハウスのオーナーです。いろいろ教えてもらって、ガソリンタンクももらいました。中へ入ると、コーナー、一応ワークショップになってます。KTM は右側の彼のバイクです。で、オフィスはこの奥になってます。オクタンブースターのね、買うところも教えてくれました。ということで、すごく助かりました。以上です。笑って、スマイル。 OK。 オクタンプラスを買ってきました。ちょっと苦労しましたけど買いました。ガソリンはね、このオイルタンク、使っちゃったオイルのタンクで、4×2 で8リッター。メインストリートの裏手なんですけど、軒並み工事中です。それもこれもみんな工事中。ひどいね、あれ。ぶら下げたまま下で作業してるよ、普通に。なんなっちゃうね。なんと GoPro のパーツがありました。ちょっとびっくり。そこに置いてあった。公園の中にね、Wi-Fi が飛んでます。これメガフォンって呼びます。これでね、読めないわけだよね。今携帯でチェックしてみたら、ちゃんとメガフォンのオープンの Wi-Fi が飛んでることになってます。まあ、これを目当てにあれだね、使ってる人がいるね。ほら、ハハハハ。
警官がこうやって構えてて、交差点で違反があった車をね、止めてます。これも買いました。バックアップ用の、今64ギガのが使ってるんですけど、終わりが近づいてるんで。完成地。大きくて上向かないと入りません。まあ、中入っていいってことですから入ってみます。これもちょっと上向いて撮ってます。なんか右の方から入れそうだから右の方行きます。まあ、がぜん工事中だね。工事中でダメだそうです。まあ、こんな感じです。これから、ずいぶん歩いたんだけど、街中まで帰ります。あの17番に乗って帰ってきました。あの24のコートって書いてあるとこ。ここで、タジキスタン総務に、から、US ドルに変えました。僕のバイクは、入ったところの広場の中で止めてあります。まあ、車も入れるし、ちょっとした催し物もできる。4×2 の8リッターを、カバンのこの横のチャックのところに、あれ、入ることが分かったんで、こうやって、ビニール袋も買ってきて、詰めることにしました。